英語エリク・ニコライ・ヤルネフェルトは、フィンランドの写実主義の画家。帝政ロシア統治下にあったフィンランド大公、国領カレリアの都市ビープリに生まれた。父はロシア帝国陸軍将校のアウグスト・アレクサンドル・ヤルネフェルト。母は、フィンランドの芸術文化の母と呼ばれるエリサベト・ヤルネフェルトである。妹・アイノは1892年に作曲家、ジャン・シベリウスと結婚した。 他に、カスパル、アルビド、エレン、アルマス、ヒリア、シグリドの兄弟姉妹がいた。1874年から、ヘルシンキの美術協会の美術学校で学び、1883年から1886年の間は、サンクトペテルブルクのロシア定室美術アカデミーで、パベルチスチャコフラに学んだ。1889年に、パリに留学し、 私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンで、トニ・ロベール・フルリーや、ウィリアム・アドルフ・ブグローに学んだ。パリでは、自然主義の画家、ジュール・バスティアン・ルパージュの作品に影響を受けた。1889年に、旅行先のケールで女優のサイミス・ワンと出会い、翌年結婚した。1890年代に、ドイツを旅し、 1894年から1895年の間はイタリアを旅した。1902年からヘルシンキ大学で美術を教え、1912年に教授に任じられ、1923年に名誉博士号を贈られた。1931年にフィンランド美術アカデミーの校長に任じられた。代表作の賃金奴隷は、 焼き畑農業の様子を描いたものである。ヤルネフェルトは、とりわけ現在のコリ国立公園の風景に惹かれた。1911年には、A.W. フィンチやイルマリアールトと共に、コリの雄大な風景を描いている。描いた、風景画は、ヘルシンキ駅のレストランで目にすることができる。ありがとうございます。